今日ね、まあでも本当は通常この時間に終わるんですよ。夜の時間に入るとね、まあ仕事にもよりますけど、で今日はねちょっと長かったよっていうだけで、はい、ですかね。はい、あやば、まあ、やらかしてるわ。絶対どっかでキャッチ落としてる。なんかねキャッチがねすぐ外れちゃうんですよね。そうで、どっかに紛失する。その間にかいなくなったり。ピアスのキャッチ欲しい。ピアスのキャッチだけってどっかに売ってないのかな。めっちゃなくなるんですよ。私耳たぶがね結構分厚い方みたいで、そうそう、ちょっと分厚めというか少しね含みっぽい形をしておりまして、そう少しだけね、ほらちょっと耳たぶがね、ということでね、まあ、1時間ほど配信をしていこうかなと思います。いやー疲れたね今日、めっちゃ汗かいて、なんかさ中に室内にいるのにさ、まあ、暑くてさ、あとなんかちょっとさいつもと違う感じだったからちょっと緊張してさ、なんか謎にすっごい汗かいてさ、もう最後ね終わったっていうのも掃除したんだけどさ、ふーってしたら大丈夫ってそう店長さんに大丈夫、今ふーってこうだけど大丈夫そう、大丈夫です、ちょっと汗止まんなくてそう汗が止まんないんです。お顔が丸い。うわ、かわいい子ちゃんが走ってきたぞ、絶対に。いらっしゃい。みんなにご挨拶しますか？おいで、ただいま。来れる？舐めない、それ舐めないよ。おいで。こっちでもいいよ、こっちから。おいでおいでおいで。はい、ただいま。うん、ただいま。はい。見て、見て。舐めない、いろんなところ舐めない、こらこらこら、みんなにね、めいちゃんです。うん、そんな嬉しいね、しか帰ってきてる。うん、あ、はい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 、舐めない舐めない、前向いて、うん、大丈夫、うん、前向いて、落ち着いた？嬉しいね、ヒカ帰ってきたからね。ヒカのこと大好きだもんね。ヒカ帰ってきたら嬉しいね。うん、うん、いつもねお兄ちゃんの部屋から走ってくる。でしばらくヒカと寝てね、お迎え来てくれるんだよね、お兄ちゃんがね。かわいい。夜に日焼けしちゃって、だって日焼けしてたの、これいつも日向ぼっこしてるもんね。あくび出る、あくび出る、でしょ、出なかったの、あくび日焼けだったの、この黒いの、茶色いのは日焼け特急ですか、はい、いいよ、ご
座ってる？ちょっと待って行く？え？かわいいわこの子ね。あー、キューありがとう、キューありがとう。かわいいお顔して。あら、かわいいお顔。マジかわいいんだけど。ギフトありがとうございます。こんばんは。うん、眠たいね。寝なくていいの？寝る？いい？このまま寝る？よし、ちょっとごめん、見て反対向き向ける？よしよしよし、ごめんね。斜めになろうか。かわいい。このまま寝そうです。うん、そこでいいの？聞いちゃった。マジかわいい。あわびよ。あ、ごめん、ごめん、ふう、君の、君にふうしたんじゃない、ごめんごめんごめん、ふう気になったね、ごめん。マジかわいいっしょ。うちの子ほんと最高。天使。ママはね、今頃マミと下で。ね、寝ようとしてるかな。明日も、お、起きた、起きた。うん、気はしない。すごい。物分かりのよろしい子で。降りる？降りるの？降りたいの？それともこうしていたいの？どっち？でいいの？今日はね、頑張りましたね。いっぱい動いたし、いっぱい考えたし、頭フル回転でしたよ。もう美味しいものも食べました。選抜発表って何なんですか？それ私に言います？それ私に言いますか？私もう卒業しちゃったよ。行くのね。おやすみ。また明日。おやすみ。あ、戻ってきちゃった。うん、おやすみ、おやすみ、また明日。いいよ、お兄ちゃんの部屋行きな。お兄ちゃんの部屋で寝るんでしょ今日。おやすみ。ひかの部屋いる？あら？いいよ、そっち行っても。戻る？戻るの？そっち行ってもいいよ。いる？そっち。ヒカの布団の上に滞在するそうです。かわいすぎるだろ。あ、帰りそうです。おめ、いいの？いいの？お布団いいの？お布団得意の？おやすみなさい。またね、明日ね。かわいい。絶対わかってる言葉。ねえねえねえ、すごいみんなに聞きたいんだけどさ、私さ今さ、ここがさ腫れたの、こう数日前、2日前くらいからかな、ここ腫れてるの。これなんだと思う？ギフトありがとうございます。痛いの押すとね。そう、明らかにこことここ比べたら腫れてて、ここだけこれ、ね、調べたんだけどさ、なんかいまいち出てこなくてさ、なんだろうと思って。そう、そう、ここだけ、ここだけ本当にここなの。別でもなんか、なんか鳴ってるわけでもなさそうだし、そうそう、こっちは腫れてない。肌汚、肌荒れが、ここにね、ニキビできたのよ。みんなに見せるもん。中耳？いや、別にそんな耳痛いとかはない気がする。初めてかな、ここ痛くない。押すとね、なんかちょっと痛いかな。
そう、痛みたいなのにはならないけど、まあ腫れてるしちょっと痛いかな、押したなんでしょうか。ニキビティアンが、ニキビティアンができてしまった。ね、今日ね、虫刺されとは違うんですよ。痒くないし痛い、ただただちょっと痛いよくらいね。なんじゃろか。まあ異常なケアだけどいずれ治るでしょう。めまいとかは出てない、多分わかんないなんかもう仕事に集中しすぎてわかんない。大丈夫、仕事中にもう走り回って、あやらなきゃ、ね、多分仕事に支障きたしてないってことは多分大丈夫。ね、今日ね漫画買ってきたんですよ、仕事の合間に。でね、夏コミのなんかシール、集英社の買うとシールもらえますよっていうから、なんか選んでくださいみたいな、ジャンプワンピースとかヒロアカとかあるんですけど、ヒロアカにしました。仕事楽しいですか。まあそれなりに。人間関係はね、私が仕事で一番大切にするのは、その仕事内容とかいうより人間関係と、まあ働く環境なんですね。なんか そこが私は一番苦手なんです。そう、今のだから会社はみんな優しいし面白いし、そう結構仲良くできてるって私個人的には思ってるので、それなりに楽しくできてるかなと思ってます。はい、漫画紹介、はいこちらですね。はい、黒執事ディアン、これは33巻、新しいやつですね、新刊。黒執事、私の大好きな漫画ですね、大買うやつ。そして私には珍しい恋愛漫画、これはねずっと買ってますね、ハニーレモンソーダ。これね、カイくんがかっこいいんですよ。ウカちゃんかわいいし、なんか絵柄が好き、なんかキラキラしてて、そうキャラとか。ハニーレモンソーダ、そして東京エイリアンズ、これもね、絵がね、私のバチバチ好み。そして面白いです。これもね、G ファンタジーですね。G ファンタジー。こちらとこちら、同じ会社、同じ会社というか、同じ雑誌の漫画ですね。G ファンタジーは私大好きで。これ、少年誌しか買わないイメージでびっくり。いや、意外とね、少女漫画も何個持ってますよ。途中でちょっと買ってないなとか。いうのもありますけど、まあそう、ね、どっちかって言ったらその青年、まあこういうね青年誌と少年漫画が多いですけど、棚の中は。そう、でも恋愛漫画もまあちょくちょく持ってます、買ってます。はい、まあ圧倒的にねジャンプとか、まあ青年誌マガジン多いですけどだからね、そのジャンプマガジンあたりはさ、出るのが出るペースが早いので、青年誌と違って。黒執事とかは割とほんと年1、2回かも、ちょっと頻度はどのくらいかちょっと分かんないけど、まあ、そんな多くはないのであんまりね買いましたっていうの言わないんですけど、でも買っております。以上。そう、これをなんかお店に、その本屋さんについてた、なんかその休憩所、休憩所じゃないけど、なんかどうぞみたいな、お金払って何分くらい、なんかお好きにどうぞみたいな、お飲み物自由ですよ、なんかお菓子も自由に持ってってくださいねみたいな。それでお店に中にある本も読めますよみたいな、そう付録とかついてたやつならあの持ってきて読んでもいいですよっていう、そうっていう場所でね
読んでました。今日はそう休憩時間がね、はい、でね、毎月やるのがその7月末とか毎月やるのが来月の新刊、来月の新刊を調べてスクショして置いときます。で買ったらその写真、スクショした写真を消していくんですよ私は。そうじゃないとね、何買ったとかさ、何買わなきゃいけないっていうのがさ、もう分かんなくなっちゃって、そうだから買いましたよ消して、あとでまた来月のチェックをしたいと思います。最近ね、買う冊数は少ないかも。なんかそのジャンプとかが出る月になると一気に増えるんですけど、ジャンプって結構まとまってガサッと出るじゃないですか。そうってなると私ジャンプ結構持ってるんで、重なったりシステム出来上がってます。そうちゃんとしてる、本当に好きだもん、買わなきゃ分かんなくなる。なんかあれ買ったっけとか、これ買わなきゃっていうのを忘れちゃうから、どうしても買っております。最近暑いね、もうなんか今日ちょっと出るだけね。姉が集英社で仕事してるのこの間知った。すごっ。お姉さん、私集英社大好きですよ。集英社の漫画好きです。今後ともよろしくお願いいたします。誰？何がっていう感じやけどね、お姉さんからしたら。はい、一ファンとして応援しております。集英社大好き。本当に集英社の漫画めっちゃ読んでると。だってジャンプは集英社じゃん。まずワンピース、スパイファミリー、呪術はちょっと途中だけど、呪術、マッシュル、ヒロアカ、怪獣8号、ルロケン、まあ、ハニーレモンソーダ、多分これ書いたら全部集英社でしょ。そうめちゃめちゃ持ってますね。ハニーレモンソーダって、そうですね、リボンですね。ギフトありがとうございます。そうなんかね、すごい作画がね好きで買っちゃったりもするんだよね。だからなんやっけな、ひかさ漫画の話ですごい好きなのがあって、もうなんかなんだっけな、クレヨンデイズだっけ、クレヨンデイズだわ、合ってるわ。なんかクレヨンデイズっていう漫画があるんですね。小コミですね。そう、少女漫画があって、なんかこの作画がめっちゃ好きで、これ絵を題材にした、まあ恋愛なんですけど、でも絵を題材にしたお話でして、なんかもうそれがキラキラしてるんですよ。なんだろう、だから私も絵描くの好きじゃん。だからあいいなと思って、すごいなんかキラキラしてて、なんだろう、色がないんだよ。やっぱりまあ漫画って白黒だからさ、色がないんだけど、でもなんかそれでもなおそう輝き続けるこの絵って感じ、マジで好きで、一時期超読んでたな。クレヨンデイズそんな関数はないんですけど、 4くらいだったかな。結構ほんと少なくてパッと読みやすくて、私は結構好きでしたね。女の子の無邪気さとか、昔結構少女漫画読んでましたからね私。今でも持ってますし、結構読んでましたよ。
マリモの花だっけ、マリモの花とかも読んでた気がする。そう、マリモの花懐かしい。うん、マリモの花読んでました。あと今持ってるのだと学園アリス、私学園アリスはねめっちゃ好きで、学園アリスはちょっとどこのか分かんないけど31巻あります。学園アリス、学園アリス好きです私。あとは赤髪の白雪姫とか、あとなんだろう、最近買ってる少女漫画なんだろうな、少女漫画か、何あるかな、少女漫画、そんな出てこないんだけど、あ、青ハライドも持ってます。そう、何かな意外と持ってないかもすごい、なんかいろいろちょっとランキング見てんだけど私のあんまり知ってるやつがないわ。私がなんか好きなのは本当になんかもうずっとめっちゃ何回も読んでるのは学園アリスですね。学園アリスはもう超好き、昔からめっちゃ好きで超読んでたね。アニメも見た。なんかね泣けるんですよ、泣ける、最後くらいが泣けるそう好きでした。でもね、圧倒的に本当にジャンプだねあれなんだ、スパイファミリー、ルロケン、呪術、ワールドトリガー、青エク、怪獣8号、まあ、ヒロアカ、ああ獣事変も持ってるね、幽谷のモリアーティとか、あの種類なの、あああれ途中だ、なんだっけなんだっけ、ね、うわすごく気になるこんばんは、写真のドアップで見えないかな、あ見えそう、あ約束のネバーランド途中までしかちょっと買ってないんだけど、あとあ D グレイマンとか、皆さん知ってるのあります？あとはそうね、マガジンとかで言ったらダイヤのエースとか、あれマガジンだっけあれかな、そうですね、少年漫画で言うとダイヤのエース、トリベフェアリーテール、コナン、イルマくん、野良神とかもあるな、ちょっと後ろにあるやつもあるから全部はあれだけど、いっぱいありますね、圧倒的少年漫画あとはまあ魔法違う、魔法科高校の劣等生、箱詰めも持ってます、箱詰めギャグですね、あと鴨の橋ロンのなんだっけ、下の鴨の橋ロンの中タイトル忘れちゃった続きと、殺し合いってやつと、まあ、黒羊、自爆少年花子くん、ようこそ実力至上主義の教室へとか、サチイロのワンルーム、バニタシとの出記、サーバンプ、
薬屋の独り言、カーニバル、もっとあります。後ろすぎて見えないんだけど、そう、完結したやつちょっと後ろ持ってくる。花子くんのトートバッグ家にある。そう、花子くんもね買ってますよ。ルンさんとね、あのあれですね、カフェ行ったことある、一緒に。そう、カフェに行ったことがあって、その後かな、ちゃんと全部買ったの。そう、ルンさんが行きたいって言うからね、ひかむ気になってるし行こうってなって、一緒に行ってご飯食べたんですけど、その後に全巻買って、そこから買い続けてるから、そういっぱい。あ、ブリーチもあります。私ね、そこにある棚だけじゃなくてラック3つ4つかな、4つあるんで、あ、ミステリーという中で、あ、そう、ラックにね、少女漫画がいっぱいあるんですよ、私。どっちかっていうと、そう、ラックの方に少女漫画がいっぱいあるかな。こっちの棚はね、少年漫画、あとあっちにもあるから、ちょっとまだ別のところにもね別のところにも私の本棚あるので、オレンジとかだから、オレンジ地獄楽だっけ、ちょっともう途中だね、あれも面白かったんだけどちょっと怖かったんだよね。あとなんだ、他にもね、あ、こうか、あとなんか姉ちゃんの続きで買ってたりもする。姉ちゃんがさ、家、まあ上京してから途中で、まあ途中になってた漫画とかをなんかたまに読んで、パーって読んで、あ、面白いと思って、自分で回覧の追加の続きを買ったりもしてました。もう最近はブルーロックが気になる。ブルーロックずっとね、読んでみたいなってそう思ってて読んでない。あとなんだろう、あ、チェンソーマンね。ジャンルで一番多い漫画は何ですか。あ、少年、いやでも少女、いやでも少年漫画かな。あ、どうだろう、青年も意外と多いんだよな。少年漫画だと思っている、気持ち的には少年漫画が多いと思っているでもなんか少女漫画もないわけじゃないから意外とあったりもするし、なんだろう、種類で言うとね、わかんないかも。なんかジャンプって結構さ長いんですよ、一個一個の話。ジャンプとかマガジンは割と長編というか、なんかその20、30って超える漫画が結構あって、でも少女漫画ってその割と、まあ、20、30って続いてるのもあるかもしれないけど、まあ20、長くても20くらいだったりしません？そんなことない？あ、でもこれ23だわ。そう、たまに長いのあるけど、割とね、なんかいい感じのところで終わったりするやつもあって、だから種類な、なんかお話一つを1って考えると、もしかしたらそうでもないかも。なんかその差数で言ったらね、少年漫画やっぱり多いなってなるんですけど。で、ブルーロックとチェンソーマンを描いて、チェンソーマン先かな。チェンソーマンをね、でもチェンソーマンで一回漫画で見た時ね、怖っと思ったんだよね。そう、うわ怖っ。そうで、チェンソーマン、あ、私はこのチェンソーマンっていうお話は無理だと思って読まなかったんですよ、そこまで。あ、無理だ、怖い系だ、ちょっとグロい系だと思って、ね、アニメ見たらめっちゃ面白かったし ね、そう見たくなるよね。すいません、お腹が鳴った、恥ずかしい。こんばんは。鬼滅はね、あの分かりやすくて好きでしたよ、私は。うん、なんか誰でも読める、誰でも読んで誰でも理解できる。
なって思った。呪術廻戦とかちょっと難しいんですよ。私もちょっと難しいなって思うくらいにはまあ難しくて、なんか理論的なものとか言ったらそう難しいんですけど、呪術でも違えた、鬼滅の刃は割とスッて入ってパッて読んでで完結、なんかだから読みやすいし私は好きでしたよ。そうでもアニメが私は特に好きかな。作画がめちゃめちゃ良かった。アニメなんかすごい、漫画もねすごく良かったんだけど、アニメはやっぱり臨場感っていうんですか、動きとかつくとやっぱりねなんかすごいな感想薄っぺらってなるんだけどね、すごいな。ログインしなきゃ。私のねアニメで言うと、そうブルーロックってサッカー漫画なんです。一時期今もかな、すごい流行ったよね。そう姉ちゃんがさドハマりしててさ、すっごい家にグッズあったよ。すごいお腹空いた。ねえ、漫画だとそうだな、漫画じゃないアニメだと私何見てるかな。暗殺教室持ってないわ。1年くらい前からかな。ね、ちょっと前だけど。漫画じゃんアニメ何見てるやろ。あ、テンスラ暗殺教室もね、なんか漫画欲しいなと思いつつ買ってないっていう。そう、姉さんってサッカーファンですか。いや別になんかサッカーがめっちゃ好きとかではない。そうだけどブルーロックアニメが好きなんですよ。アニメ漫画結構好きで、そうだから呪術廻戦とかも大好きですよね。あとヒロアカもね、私と好み似てるんで。そうでブルーロック面白いって言って好きなキャラのグッズ集めてました。とワールドトリガー、吸血鬼すぐ死ぬは私好きですね。そうあのコメディいいんですよ。私コメディ好き。1話途中ほんと初期の初期じゃないか。あとリコリスリコイル、これはね私めっちゃ好きでした。今ねなんか漫画がそのアニメのを漫画あのアニメが先だったんで、これ漫画がね今出てるんですけど、出始めてるんですけど、そのアニメの内容をね、そう買ってますね。光の転生したら何のキャラになりたい、行きたい世界で言ったら少年ジャンプ系、ワンピースとかヒロアカとかワールドトリガーもいいね。呪術廻戦はちょっと怖いから嫌かな。スパイファミリーとか、そう、あーブリーチもまあブリーチでも最後の方怖かったな、ちょっとそっかな。ちょっと待って、
お待たせしました。ちょっとごめんね、お風呂も追いだきしてきたこのタイミングですね。氷川せキャプテンにはなりたくない、船長にはなりたくない、どっかに入りたい。そう、私の私が海賊団作ったらね、ごめんだけどすぐ全滅だよハンターハンター好きです。漫画持ってないけどアニメはね全部見ました。ちょっとね、あれですね、あのキメラアントのところがでも怖くて、そう、いまだにそこだけ見れないちゃんとそう、少しね見たんです、1回だけ見たんですけど、そこだけちょっと本当に怖くて。ヒロアカローソンで一番くじやってます。ヒロアカ好きなんだけどさ、なんか最近ねあんまりそういうのやらなくなったんです、高いからそう、高いのと、あとどこに飾ろうってなって、そう、置いてあるんですよ、置いてあるんですけど、なんか飾る場所がちょっとなくなっちゃって、そう、一応ねワンピースのフィギュアとか持ってるんですけど、だからまあワンピースはどっかね、海賊団入る。そうだな、私がでもキャラ的に好きなのはそのローとゾロとナミと、あとヤマトとスモーカー、パシギちゃんもいいね、かわいいかな。一番好きなのはゾロなんです、私ずっとゾロ、ゾロのコップ今ないんだけど、そうゾロのあのコップ買うくらいにはゾロが好きでして一番ゾロが好きでして、歌もいいしね、シャンクスもかっこいい、もうなんかねレッド見たら歌とシャンクス大好きになる。あとね、私ベックマンも好きなんです、ベックマンイケオジシャンクスもかイケオジは。ローンところはベポもいるし、ベポかわいいな、あいあい。最近ねアニメにもつけてたじゃないですか、最近出てきましたよベポちゃんと出てきましたベポが。ゼロとタシギは結婚すると思います。いや、しないな、しないしないそれ本当にゾロは、ゾロがめっちゃ好き。梅ちゃんおいで、全開にしないでね、全開にして入ってくるよね君いつも、おいで、はい、おいで、うん、どこでそうあんの、おいで、ちょっと待って、こっちから来る、抱っこできないじゃん、そこでゴロンされたら、おいでよ、あ、行っちゃうの、おいで、ここね、ブンブン尻尾振ってんのに寝癖ついてるよ、髪の毛きっともう悲観風だよ、おいで、うん、おいで、こっち、こっちからでもいいよ、こっち側から来る、こっちから来ますか、お姉さん。こっちからどうぞ。こっちから入りづらかったらこっちからどうぞ。あ、行っちゃうのね。おやすみ。すごい走ってきたのに行っちゃったよ。こんばんは。そう。こんな感じかな。ね、なんか。アニメの中に行くのってちょっと憧れるな。おかえり、あれ、おかえりいいよ、寝てな、お布団で寝てな、いいよ、お布団で。私の布団だこれ。めいちゃんそこなんもないよ、かわいい、
黒い煙くじゃら引かんところ来た。おいで、眠たいんでしょ、寝ないの、ギフトありがとうございます。眠たいでしょ、おいで、いいよ、寝な。かわいい、愛おしい、 I love you、 愛してる、愛おしすぎるんですけど。ん？嫌な。え、こうは？漫画の世界行ってみたいな。ワンピースはね、すごいね、いいよね。なんかそのルフィと仲間思いのところが最高に好き。とゾロが、あとゾロがなんかさ、やっぱりそのルフィに対してちょっと厳しめのところとかもう最高に好き、かっこいい。そう厳しいからちょっとゾロはね。本当にワンピース、あのサンジがさ、その連れ戻されて家に帰ってさ、でなんかルフィが迎えに来たけど、でもサンジボコボコにしたじゃん、ルフィを。そう、そういうシーンがあるんだけど、ルフィがそこでね、なんかまあサンジもそうしたいわけじゃないんだよ、ボコボコに。本当は帰りたいんだけど、でも、もう帰れってなって、そうでボコボコにして、でもどれだけ蹴っても痛いのはお前の方だろっつってあ、ごめんごめん、泣いてないよ、大丈夫大丈夫、ありがとうありがとうそう、なんかもう本当にサンジもそれで泣いてんだよ。なんかもうそのシーンがさ超泣けるの。私本当にあのシーンちょっとダメなんだ。あとローとコラソンのところ、もうあそこもダメ。本当にさ、もう本当に泣けるから、もうマジで涙出ちゃう。もうありがとう慰めてくれて。ありがとう慰めてくれるの。泣いてないよ大丈夫。ワンピースについて熱く語っております。知ってる？ワンピース、めちゃん、ワンピースって知ってる？なんだっけ、少年ジャンプの友情努力、なんだっけ、勝利、それがいっぱい詰まった漫画ですね。すごく感動するんだよ、めちゃん知ってる？涙いっぱい出てくんの。サンジってなんだよ、ロー、コラさんってなるんだよ。知ってる？知ってる？ねえ、ありがとう。かわいい。そう、泣けるシーンいっぱいなの。メリーゴのところも泣けたしね。そこ。そう。ねえ。本当にもうねえねえ本当に、可愛いんだがうちの子。何？目覚めちゃった？大丈夫？行く？うちの部屋戻ろ。うん、ダメ、ダメない。
行っちゃ、行くの。おやすみ。おやすみ。またね、おやすみ。なんでそこで座ったん、おいで。なんで、どうしたん。すっごい目がかまってほしそう。うん、おやすみ、またね、明日ね。また暇だったらおいで。そう、ワンピース本当に泣けるわ。あれはもう号泣。あ、おかえり。早かったね君。早ま、かまってほしいのか、それとも一緒に寝ようって言ってるの。もうひかお風呂入んなきゃだからさ、寝れないんだよそんなすぐ。ごめんやけどね。あー、チョッパーんとこもよかったね。なんかばあさん、ばあさん、ばあさんしか出てこなかった。ドクトリーヌ、ドクトリーヌ、ドクトリーヌがさ、行っておいでバカ息子っていうところもマジで泣ける。なんかもう本当にもう涙が止まんないよあれは。あとは、まあ、有名なのはね、そのルフィとね、エースの最後のところですね。そこも泣けるし、見て、ティッシュこれ。すごいこの子ね、すっごいね、めちゃめちゃ目見てくるんですよ。どこにいても目が合う気がする、私の顔が見えたら。気持ちいいんでしょこれ。ん、カト寝たいの。うん、ヒカまだ寝れないよ。さあ、どこかな、まあ、ロビンの行きたいとかね。あとどこだ、あとどこだろう。どこだろうな、私はどこで泣いてる。ワンピース、ちょっと待って、何編があるかな。気持ちいいな、気持ちいいな、好きなのかな。まあ波のところ、ベルメールさんとか、あと肩ね、剣刺してるところとか、アラバスタもいいね、ビビの。空島、空島なんかどっか泣いたっけな、泣いてないな多分空島。スリラーパークもそんな泣かなかったしな。そうかな。うん、私の好きなところってそうですね。あれだよね、ワノ国編もめっちゃ泣けそうだもん。なんか見てないから、あ、ちゃんと見てないからわかんないけど、ワノ国、ワノ国編めっちゃあるな。話数170何話ってあるやん。あとは映画だと私 Z とレッドかな、やっぱり好きなのは。 Z も泣けた、あれ最後のね。あとはレッドはもう歌のね、最後のね、シャンクスのところね、泣けたよねあそこね。もう歌ってなった、歌、シャンクス。すいませんね、なんかすごい急にワンピース語り出しちゃって、そんな全部見てるわけじゃないのに。これさえなるかね、ゴロンしちゃったよ梅ちゃん。ゴロンしちゃった。気持ちいい、寝れる、ここで。なんかいっぱい線とかあるけど大丈夫。今ね、55分になったらランキングいこうかな。だからあと8分。
可愛いってか。可愛い、うちの子が可愛い。うちの子は今日も可愛い。漫画にできそう。マジ可愛いんです。本当に可愛くて、天使のような愛らしさ。幸せですよ。もう幸せ以外の何物でもない。みちゃんはね、特に私のこと大好きだから、なんかね、朝起きるとね、階段の下まで迎えに来てくれるの。迎えに来てくれて、トイレまでついてきてくれて、はい、トイレのドア開けると梅ちゃんがいて、ストーカー並みについてくるよ。可愛いんです、愛おしいんです。それがそう、本当に朝本当に起きると、まあ、よっぽどねリビングから出られないとか、なんかリビング一応サックしてあるんで、それが閉まってない限りはもう大体毎回迎えに来ますね。そうで、嬉しそうに尻尾振りながらね、リビング一緒に戻ってくの。マジでこの子可愛いんだよ、大好き私。もちろんももちゃんも大好きですよ。なんかあのちょっとツンとしたところとか、デレッとしたところとか、最近ねちょっと甘えたモードかなって感じで、頑張ってちゃんなんで、そう可愛い。ただももはちょっと気難しい。そう、あの子すごく何、あの自分一番タイプなので、そう自分の気に食わないことがあると噛みます、怒ります。でもそれすらも許してしまう可愛さね。なんか性格はだから全然違う。梅はね、だから人間のことちゃんと本気で噛んだことがないし、可愛い、どっちも可愛い。そう、もももね最近すごいヒカの手が入ってると、おいでって言うと来て、ヒカが撫でてあげるとなんかうーんって頭とか体とか擦りつけてくるの、可愛い。俺様系ですか？そうですね、俺様系です。でも梅の尻に敷かれてます、しっかり。梅の方が強いです。そう、でも人間様よりはあの俺様の方が強いんだぞ、俺様に従えよ、俺様におやつ持ってこいよっていうタイプですね。可愛いんです、それが。そう、決して悪口じゃないです、可愛いんですから。そう、それが可愛いんです。別にだからそれはね、まあ噛まれるとちょっとおいおい、それはちょっとダメだぞってなるんですけど、そう、でもね、なんかそれ以外だったら全然もう許しますね。噛まれると一応怒りはします、しつけとしてね。もうあの子噛むとほんと指に穴開くんで。そう、怒ります。それ以外だったらね、多少怒ろうが何しようが。そう、ネブラ系ですか？ネブラ系とは。ネブラ系とはわからない。あ、寝そう、あと思ったら起きちゃった。何、撫でてほしいんだって。どうしたん、寝よ、寝な、寝とりな。明日あなた朝いつも早いんだから、ね、誰よりも早く起きるんだから。なんかすごい夢でめっちゃ起きるんですよ、早いんですよ起きるの、この子。なんかね、犬の体内時計ってあるのかな、なんかご飯の時間とか起きる時間とか、割となんか性格というか、なんか分かってるというか、うん、ネブラ爬虫類じゃなかった。ネブラなんかね、雲みたいな、なんか綿みたいな見た目をしておりますネブラ。うん、構ってほしいの、構ってちゃうなの今日。どうした、うん、一回お風呂入ってきちゃうよね。いいの？
超甘えん坊なんですけど、どうしたどうした、寂しかったん、朝から夜までいないもんね、いつもね、ごめんな、もうな、梅のためにな、梅のお誕生日もな、ちゃんとお祝いしたるからね、あんたケーキ好きやったやろケーキね、すぐ食べちゃって、ももの、ね、誕生日にケーキ買ったんですけど、なんかももはねそういうとこ慎重なんですよ、ちょっとあんまり食べたことないものに関しては、まあ、食べたことあるんですけどね、記憶はなんかそんな続かないらしいので、犬の記憶って、そうだからこれなんだって感じで、ね、慎重に食べるんですよ、もうなんか何のためらいもなくパクッパクッパクッ4口くらいでいったんじゃないね、半分にしたもんね、そう、お洋服欲しい ?1 月なんかね、1月9日誕生日です、一休さんね、一休の日なんだよね、そうだからまだまだなんですけど、1月だからまたね、お洋服買ってあげるね、お洋服好きじゃないかな、でも何欲しい、おやつかな、あんたらはやっぱりまたなんかね、あんたらに欲しそうなもん買ってあげるね、好きそうなもん待っとってな、ふふ、つむ名前間違いなく一休さんにしてます、ほんと、あれなんですよ、本当は桃太郎って聞いてたんで、浦島太郎、金太郎がいてほしいっていう話をね、あの家族内で知ったんですよ、そう au の CM みたいな、そうなんだけど、次にお家に来た子が女の子だったんでね、めちゃんっていうお姉ちゃんのね好きだった声優さんのお名前からいただきました、めちゃん、でもいいよね、桃太郎と梅ってな、ちょっと古風な感じでさ、かわいい、そうで、桃はね、桃太郎じゃなくて、まあ、桃って呼ぶことが多くて、桃と梅ね、なんかお花の名前にもなるし、寝始めちゃった、めちゃ眠たいんじゃん、寝な、そうなんですよ、おお、ごめん、どうしたどうしたどうした、起きちゃったの、また撫でろって、ごめんごめんごめん撫でるのやめると催促くるんで、ごめんごめんごめん、撫でてほしかったん、どこや、撫でてほしい、お腹、いや、じゃあゴロンしな、ゴロン、お座りして、お座りワンベ、はい、ゴロン、ゴロンできる、ゴロンでも教えてないもんね君たちにお、56分ありがとうございます、じゃあね、ランキングの方行きたいと思います、みーちゃんちょっと待ってて、ね、ちょっとだけ待っててね、ね、うん、ミカのこと待ってて、はい、13位、 662bpm、 32位ファイアーサーフさん、11位ナナタさん、10位ユーボーさん、9位オグリンさん、8位エレメンツさん、7位サルキチさん、6位ともゆきさん、5位カートピョンズさん、4位カボちゃん、3位桜のお友達さん、2位ケンケンケンさん、1位カイさんです、ありがとうございます、ギフト読みますね、桜のお友達さん、ガッシュベルさん、ともちゃんさん、ポコさん、ケンケンケンさん、カイさん、カブちゃんです、ありがとうございます、え、張り立って、はい、ということでね、本日も本当に夜遅くまでありがとうございました、おやすみ、またね、またね、あ、戻ってきちゃったいいよ、お兄ちゃんの部屋戻ってねーな、ね、はい、本日もありがとうございました、またね、明日の朝も6時から7時のどっかにね始めようかなと思ってるので、
お時間ありましたら見に来てください。お願いします。待ってます。明日はね、夜もうちょっと早く10時くらいから配信はできるかなと思うので、はい、また見に来てくださると嬉しいです。それでは本日も一日お疲れ様でした。そして遅くまでありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみ。ありがとう。おやすみ。またねー。